えー、もう今日田原さんは上海から帰ってきたばかりで、はい、うですまだうちには帰っていません、まだうちにも帰らずは全部あっ羽田空港からそのまま来てくださったということで、今回は上海取材、ね、ということなんですか取材ということじゃないんですが、<え>まあ、一つはね、5月の1日から、万博が開かれます、ね、上海万博が始まりま,すでまあそれで中国は今ね、もう高度成長で、世界でもね、こんな高度成長の国はないわけで、そこのつまり、 一番絶頂で万博でしょうでやっぱり中国で経済っていえば上海ですからねやっぱりその中国上海を見たいと思って行ってきましたそのまず一番の強い印象というのはまずね、えー、上海ってねその案内してくれた人に上海の人口ってどのくらいって聞いたので僕はね、まあ、東京といいシューブかなと思ってたんですよだ一千1,000万ぐらいだと思ってたのだ二千2,000万超えてるっていうの、ね それでね、つまり地方から働きに来てる人はその中に入ってないんで、2300万とも、2400万とも言われてるともう集まってる人は、働いてる人いれればもっといるというん、それからびっくりしたのはね、はい、つまり東京のイメージだから、あちこちね、例えば総領事に会いたいとかね、うん、あるいはその中国のね、えー、ジャナーナリストたちに会いたいとか、いろいろありまして、大学も訪問したいとか。 大体東京のイメージだから230分で移動できると思った、えー、全部1時間以上ねじゃあ広さもあるんですね,、うん、なんかね茨城県ぐらいらしいよねあじゃあ、うん、割とゆったりとした大きな町にで人口ももういやいやそれはあの人口密度も密度も一番高いということですか、うん、だからね大きいんですよこの大きさにびっくりしたうんそれからね曇ってましてねであの僕が泊まったあホテルが 森ビルの中にあるんですよ。あ、モビルですね。あの日本の森ビルですよね。今のところ上海で一番ね、はい、背が高いビルなんです。高いビル。ね、中にホテルがある、はい。で、この下へ行きましたら、上の方は雲の中で見えない。うん、まあ霧と言ってもいいですね。<な>見えない。何階建てなんですか？か百一階建て。<ー>で、四百六十メートルかな。でか見えない。東京タワーより高いですよあるかいね。うん、それで。<laughs> で僕が泊まったのは8階ですけどもでその上に展望台があってね見ますかってこう展望台があったらね何にも見えない<あ>だって雲,雲で。雲で <laughs> ね、うん。すごいスケールです、ねかね、なんかねちょっとスケールが違うなっていう感じね、うんうん、でまあ上海行きましてあのとにかくね万博の会場を見に行こうと思って万博はね7,000万ぐらい来るそうですよ 大約数7000万見込んでるということです、ね 1>, うんね、1日60万だって、うん、で来ましたらこれがまた広大な敷地でしてね広いの、うん、<laughs> ともかくね歩くだけでね疲れちゃうぐらいのじゃあ見て回るのも大変ですね、うんうん、結構まあ中はまだ開いてませんけどね、うん、あのいやもちろん会場の中に入りましたけど、うん、それでねこんな広い土地ね今まで何使ったんだと聞いたのね広大な土地 住宅だった住宅で,すか、はい、で住宅をつまり移転してもらってそれはきっとね何万人もの人がいた住宅でしょうね移転してもらってそこやったと整地してこれは日本じゃできない、ね、できませんよねまあ中国はね、まあ、一つはね、えー、体制が違うってこともあるでしょう、うん、もう一つは中国っていうのはね、えー、この誰も土地は持ってない全部国有地なんです<っ>それに使用権があるんですよ、うん、70年だったかな 所有権じゃなく使用権なんですねだからそういうこともあんだけどとにかくね数万人をね移動させるなんてねありえない日本でやっぱやることがやっぱ50年ぐらいかかるんじゃないかな勝ってもだめでしょうねそこはねいい悪いじゃなくてねああ日本と違うんだなって感じで悪くも悪くも中国だという感じですねそのっかり場でまたもっとびっくりしたのはね5月の1日からですよあと2週間ですねまだ作ってる最中あっ 今もじゃ特管工事というか、もう一生懸命やってるんですかそうそうそう、ね、建物耐えてる最中なの、<あ>こんなんでね、一体5月1日にね、オープンできるかって聞いたらね、はい、いや、オープンしてもね、10%以内はね、えーあの、建築中でもいいんだって。ああ、じゃあ、こっちは見,れ見ていて、うん、まあ一部は10%未満はまだ建設中でもいいと、そういうふうなことなんですね。うこ そうね、それもう一つびっくりしたの、ね、はね、い、建物を作くってでしょ、はい、日本なら鉄ですね、えー、これ全部ね竹なんですよあそれあの、うん、香港で見ましたええ驚きました香港で見ただけねはい竹でね結構ね超高層やってるんですねなんかその竹でもう最先端の,その万博会場を作っているというのが不思議な光景ですね、うんうんうん、あのまあそれでねとにかく勢いありますよ、はい 上海領総領事にも会いました、はい、上海総領事に会って、うん、まあこの人とってもねいろいろ聞きたいことがあった、はい、一体そのねグ、えーグルが中国から撤退したってどういうこと、はい、あるいはこの今突然こうへ来てね、えー、この、えー、毒業在り犯人が捕まったと、うん、あるいはこうへ来てね麻薬の運搬した4人が死刑になったとか、はい、いろいろありますね。 えー、そういうことをいろいろ聞きました。この四人のね犯人が死刑になったことは中国の人は相当ね気にしてるみたい。気にしてるというのは、うん、日本は日中関係がおかしくなるんじゃないかと。じゃあ日本がどういう反応にをするかは気にしてるということですよね。相当気にしてる。また日本のね新聞が中身は大したこと書いてないんだけど結構大きいんですね。とねやっぱり中国のまあこれはむしろメディアの人たちがね日本は読みませんから。 大きさで、ね、<ー>見出しが大きかったみんな、うん、じゃあこれはちょっと日本との関係に影響を与えるんじゃないかという懸念がある、うんうん、で私はねこれまあねいろいろあるけども、ええ、まあ日本ならねきっとこのあの程度の罪ならば7年から10年ぐらいだと死刑ってのは重いなとは思うけど、うん、まあ法律が違うんだからしょうがないじゃないかと,、ね、ののとい日本人の僕はそう思ってると、うんね、思いますよったらねいや中国の人はもっとね 日中関係おかしくなんじゃないかと。<あ>いうことで。ほっとしてましたか。いや、僕が話したらね、えー、うん。で、ということとかね、うん、それから。あの、これは中国のね、学者の方から来た。あの。毒餃子のね、注射で毒を入れた、あの犯人捕まったこと。どう。日本人の方は捉えてますかと。うん、唐突だと捉えてませんかと。<あ>え。それは捉えてますよ。唐突ことですね。はい。まあね。 いやあの中国でも唐突だって感じはあるんだけどもそれはやっぱりね例えば、まあまあ、言ったかもしれませんがその、えー、あの毒餃子つまり餃子の冷凍庫に、えー、入れる人間があの工場に500人ばかりいたとこれを一つ一つ洗っていくのに時間がかかったんだっていうのも説明してましたけどねあの面白いですねでグーグルはねあんまり話題になってない。 中国の中で、国内ではあまり、はい、日本で大騒ぎしたほどは大騒ぎしてない、えー、というのはね、グーグルのシェアがね、えー、中国はね、グーグルみたいなのがね、バイドゥというのがんですね100度と書く、ねはいうんであれがほとんどね、97、8%がバイドゥなんですよ、グーグルは本当ーセ1、2%らしいんですね、だからまあ、そんなに話題にもなってなかったんですね、逆にの僕はね、今、やっぱり中国とはアメリカの関係が大変でしょう。う こういうとこは意外、ね、分かってやいや、えー、中国の人たちは、はい、大変って何でしょうと、うん、いう「元ですよ」ととにかくね日本の新聞もみんな書いてるけどうん、うん、中国が「元を切り上げしたいとでちょうどね日本で「円の切り上げ」と言ったん知ってますか本郷さんちょっと昔ながら知らないかな アメリカが強引に言ってきて、えーはいで、無理やりに切り上げさせたんですよ、円の。切り上げっていうことは、あの1ドルが、はいうん、あのその頃はもう360円じゃなくて、その頃は260円ぐらいだったんだけど、はいうん、これをね、えー、この切り上げると、つまり日本からアメリカへどん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 輸出してると、うん、アメリカは貿易アジアが大きいと。